カーボベルデの首相では、西アフリカのカーボベルデ共和国の政府の名がたる首相について記す。総選挙後に最初に招集された国民議会において首相候補が指名され、大統領によって任命される。カーボベルデは反大統領制を取る共和国である。首相は政府の長として閣僚を評議会を引き、大統領と行政権を分担して行使する。 閣僚は大統領が任命するが首相の提案に基づく必要がある。首相率いる閣僚評議会は国家の基本政策を立案、執行し国民議会で制定された法律や決議を承認する。また大統領に対して国家緊急権の行使や国家予算案など様々な提案を行うこともできる。大統領の諮問機関として 共和国評議会が設置されているが、首相は共和国評議会のメンバーでもある。ギニアカーボベルデ独立アフリカ党、カーボベルデ独立アフリカ党民主運動、独立当初は同じポルトガル領だったギニアビサウとの統合を唱え、両国境に PAIGC が支配政党となっていたが、1980年のギニアビサウでの軍事クーデターに伴い統合計画は白紙となり、 PAIGC カーボベルデ支部がペイクフへと改組した。2000年10月5日まで、ベインが首相の代行。ありがとうございます。